どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グルリインボーク、メンテナンス、延長していたメンテナンスが終わってですね、いろいろと始まってるんですけど、このことについてちょっと後で、俺もまだ見てないんでチラッとしかね、話していきたいと思うんですけど、最初にですね、ガシャの方を引いていきたいと、思います。黒き鎧のトークと捜査官ということで、黒岩ですね、連続ガシャ50個ということで、いやどうしようかな、単発で引いてもいいんだけど、単発でいくか、単発、いやどうしよう、単発でいきましょう。 FGO はね10連で引くって決めてるんですけど、なんかこっちは単発の方が出やすい気もするんで、単発で、10回いきたいと思います。1枠 SR 確定ですけどね。まあ単発で10回引く間に SR なんて出てくれるよな。ノーマルと、ノーマル、レアか。レアだね。ノーマルなんて、ノーマル出てきたまで発狂するんだろうな。最初ってノーマル出たっけ？出てないよね。多分レアだけだったよな。やべえ、レアしか出ねえんだけど。早くも4回目ということで。おいおい。それは、まずくないですか？お？これ SSR じゃない？SSR。やっぱ単発の方がいいよな。でもそう思うんだけど、なんか10連最近さ、3回ともなんか、あんな感じでさ。お、これ捜査官ってことは？無茶する気か。あ、そういや、俺スキル見忘れたな。乗った。やべえ。どうすか？この俺の。でも俺来るときはさ、ピックアップじゃん。そうじゃない。俺来るときはピックアップじゃないっすか。覚悟を決めるぞ。一旦の間自分のアタック 800% にアップかつ、自分一旦流血 800% らしいっすよ。800らしいっすよ。マジ ?800 ってマジ ?3 回以上使用すると、アタックは220にアップ。マジ？これひなみの上位互換っすね。でもガシャでは出ない。こいつを重ねないと出ないから、ひなみの上位互換アタッチとして使えるんじゃないですかね。これ、今回終わりっすね、これで。今回これで終わりっす。だって、ピックアップ引けたんで、はい。まさか、ね、出ると思わなかったっすね。単発で当てるぞと言いながら、まさか出るとは思わなかったという衝撃の一言を発したんですけども。黒岩引けたんで、ちょっとね、もうめっちゃ来てるじゃないですか、ここら辺。まずガシャの方に、あれが来てるっていう、これ。インボーク。インボークフェスですね。ガシャでガシャポイントをゲットっていうのがあるんだけど、このガシャポイントは、プレミアムでも溜まってるのをちょっと見に行くか。あ、溜まってないんだ。で、ガシャポイントが溜まるのは、多分対象の、やつだけなんだろうな。インボークフェス。スペシャルフェスということで、ピックアップ第1弾。金木剣、空腹金木ですね。空腹金木と、このクソ強いアモン、2頭アモンがピックアップされているということですね。アンドピックアップ SSR の召喚出現確率アップってことは、他のも、あれだね。あれだけど、その出る SSR の中では、こいつら2人が出やすいと。いいんじゃないかな。この2人強いしね、普通に。下手にね、みんな多分、グルカルやってた人とかなら分かると思うんだけど、12月22だよな。3だっけ？ごめん、忘れたんだけど。22、多分22だったと思うんだけど、間違ってたらごめんなさい。有馬と、金木の誕生日来るじゃないですか。多分ね、そのガシャエグいから、普通に。この前、有馬が来たじゃないですか。10回目で確定で有馬が当たるっていう鳴神有馬。あれがさ、多分確率低いんだよね、確かあれ。そうじゃなかったかな。なんか、それで、結構、えぐいん、あ、ないか。えぐいんだけども、多分そういうことしてくるから。多分ね、みんな意志貯めてるから。で、ここで、フェス源のこの2体を引いとく方がいいんじゃないかとは思うんだけども、でもそれでもやっぱりみんな誕生日のピックアップのキャラを引きたいと、思うんで、どうなんだろう。意志ある人、こいつら2人持ってなかった。1体ぐらい持っててもいいような気もする。第2弾、第3弾、重蔵が来たり、アキラが来たり、あ、何がおったっけ？アリマがおったな。イグザのアリマがおったんですね。多分そいつが来たりとかするんでね。
ここでフェス弦ピックアップなってるうちに弾いといた方がいいのかもしれないと思いつつも、多分みんな弾くんだろうな誕生日の方、はい、ということで、まあこれはこんな感じでね、この多分こいつを弾いておくとこっちで SSR を1枚、交換できると、このね弾が溜まっていくんでしょ、この弾がガシャ弾が、まあここにあるラインナップもさ、まあ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 って感じなんだけど、まあ、俺は迫撃アキラとかが欲しいかなと思うんだけど、どうなの、錦をさ重ねたりしてさあ、これ欲しいね、このトーカー、俺このトーカーのスキルがね、なんかいっちゃん好きですね、このゲームの中で。めっちゃかっこよくないですか、この絵イラストもすげえかっこいいしね、いいと思いますよ。俺これちょっと重ねてえな、まあ、なんか弾く機会があればちょっとこれを重ねたいんですけど、まあこの初期の御三家金木を重ねたりとか、まあいろいろできるんじゃないかと思いますね。はい、ということで、まあこんなもん、年末年始キャンペーン、まあこれ第2弾第3弾とくるんでしょう。VS フェスキャラクター第1弾って何これ、これなんだ、これあれか、あフェス限キャラクターが相手になって、まあ、それをクリアしろと、そういう S もあるな、 S と A しかねえのか、これちょっと怖いな、これ、まあこれまた次の動画でやりますか。まあイベントもいっぱい来てるし、あーなるほどね、あーこれ、あこれ面白いじゃんこれ、敵1体だけなんかな、めちゃくちゃ強かったりしたらなかなか面白そうですね。復刻もめちゃくちゃ来てるな、うん、同窓会って感じですね、もうまたやりましょうね。はい、ということで、で、まあちょっと告知なんですけど、せっかくって言ったらあれなんですけど、あんね俺あんまこういうこと口にするの嫌だったんですよ。あのインボークグルカルが終わって、まあインボーク始まったじゃないですか、3月の終わりぐらいから。でまあ、まあ今でもまだその言う人いるんですね、グルカルの方が良かったって。まあそれ言ってもしょうがないんですよ。で俺ももう言ってもしょうがねえと思って言わないでいたんですけども、まあちょっと一回ぐらいそういうね思い出を語る場を設けてもいいんじゃないかということで、久しぶりにですねグルカルの思い出を語ろう配信を、やろうかと思います。なんでそうですね、まあ、いつやるかっていうとやっぱあの日しかないですよね。12月、ごめんなさい、あの誕生日の日ちょっと調べますね。あの12月の22か23の有馬と金木の誕生日にやりたいと思います。なんでね、また、まあ、来れる方は来てコメントでも、まあ、残していってくれればいいと思います。多分20、あごめん、22でも23でもねえじゃん、クソに若さらした20日じゃねえかお前、週の平日のクソど真ん中なんだけど、水曜日なんだか、まあいいや、まあできれば9時とかから始めたいんで、まあそうっすね、9時ぐらいから始めますか。はい、というわけで9時から1時間ぐらいかな、やりましょう。まあ来れる方は来てください。まあそれだけです、はい、告知はね。というわけで、今回の動画は黒岩弾けたし、よかったんじゃないかと、5回目で弾けたよね。はい、お疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。